タリストの今堀義明です。京都でバンド活動をしたり作曲をしたりギター教室やオンラインサロンを運営しています。はい、今日はですね、サムネイルにもありました高級ギターも丸々しないと、全然使い物になりませんよっていうことで、ちょっとね動画を撮ってます。まあ、この答えはですね、高級ギターも、調整しないと、全然使い物にならないっていうことなんですけども、まあどういうことかって言いますと、まずね冒頭で聞いてもらった、曲で使ってるギターなんですけど、これ SVL カスタムギターズっていう、ギターです。まあこれねマットスコフィールドとかも使ってるメーカーで、まあ値段もね見てみるとかなり高級なねギターっていうことになるんですけども、まあ実はもう以前に、僕の YouTube チャンネルの方で弾いてる動画はねもうアップしてるんですけども、まあ、そちらを見ていただいた方は分かると思うんですけどね、結構ね、まあ僕よくアーム多用するんですね、ギターのフロントで、その時にやっぱりすぐね狂ってたんですよね、ギターがすぐバッてアームした時に狂うんで、あこれちょっとと調整した方がいいですねみたいな感じのこと言ってたと思うんですけども、まあそれ以外は、まあ、そんなに弾きづらさとか気にならなかったで、もちろんその動画見てもらったら分かると思うんですけど、バランスいいですねとか言ってるんですけども、まあその方も貸していただいた方は実はですね福岡から京都までレッスン受けに来ていただいて、でその時に借りて撮影したんですけど、で次の日ね実は僕のライブがありまして、でライブの時もねぜひ弾いてみてくださいっていうことで言ってたんですけど、やっぱりねチューニングがすごい狂ってたんで、まあ、これちょっと借りても使えないなと思って、まあ僕も何ですかねアームついてたら反射的に握ってしまうんで、おそらくね一発やっただけですごい狂うんで、あもうこれはもしかしたら借りても弾けないかなと思ってちょっと断ろうかなと思ってたぐらいなんですけども、でまあそれはその日レッスン終わって、で次の日僕はライブだったんですけど、その持ち主の方はその間にですね、まあもちろん福岡からなんで京都で一泊してるんで、京都ねやっぱいいところでイーストブレッジギターっていうところに行って調整したんですね。やっぱ狂うっていうことでやっぱ調整してもらって、まあ、その場でもやってもらってすぐに、完成して、で僕のリハをやってる現場に持ってきてくれたんですね。でそこで調整来ましたって言って受け取ってすぐ弾いたんですけど、びっくりしましたね。もうもちろんアームで狂わないっていうのはもう、まあ、そのもちろんその調整でできてたんですけど、他はですね原稿の、まあ、イントネーションね、イントネーションだったり、あとピックアップのバランス、これがねもう完璧にできてて、でまあそこは別に悪いと思ってなかったんですけど、明らかに前日弾いた時よりめちゃめちゃ弾きやすくなってて、で、ピックアップのその変えた時ね、フロントからリアとかリアミドルバランスね全て完璧に揃ってて、やっぱり高級ギターなんですけど、買った時はねすごい高いギターだと思うんですけどね、そのまま弾いてても全然やっぱダメなんだなっていうことに、気がつきました。でそのねやっぱギターの個体の最適なとこがやっぱあると思うんで、それをね瞬時に見極めて設定してくれる人がまあいると思うんでね、リペアマンでそういう人に頼むっていうのがまあ一番早いと思うんですけど、まあ、自分でやったりもするんですけども、例えばこのストラトでいうこの羽のとこですかね、この羽がやっぱり低いとちょっとねこうテンションがこう角度が強すぎてアーミングで狂ったりとかするんで、まあこの辺の絶妙な高さとか調整具合ですね、あと弦高ネックの曲がり具合、はい、あとこのピックアップ調整、これすごい大事です。これはいくら高い使ってもこれできてないとやっぱりその前日の動画みたいになると思います。前日のね動画やっぱ僕も見直してみるとやっぱりそれなんかあんまよくなかったと思うんですね、はい、まあ今に比べてってことです、今の状態に比べて良くなかったです。なのでやっぱりちゃんと
本当にこういう、調整って大事なんだなと、まあ、僕がね実感したので今ちょっとこうあの皆さんにちょっと知っていただきたいと思って、動画にしてみました。はい、でこの後ねまたあのこのギターで弾いたあの曲の続きをあの聞いてもらおうと思うんですけど、まあ、僕のね生徒さんも、高級ギターね持っておられる方、たくさんおられますけど、意外とね調整してなかったり弦変えてなかったりとかそういった状態でね結構練習してて音悪かったりするんで、いいギターでもちゃんと調整すると、まあ悪い安いやつね、悪いとかじゃなくて安いやつでも調整するとそれなりにも、とこまで追い込めるんで、ぜひ調整メンテ、こまめにやってくださいという、ことでした。はい、ではこの後、さっき聞いてもらった曲のね続きを、聞いてください。これ SVL で、弾いてます。では、どうぞ。